キャラメルボックスチケットインフォメーション。イエーイ、決まったね。チケットインフォメーションは、はい、あれなの、マスクありなの。マスクありで一応お届けしておりますよ。マジで、はい、見てると寂しいんじゃない。いやでもそうなんですけど、まだまだ少しね、油断しちゃいけないよね。気をつけないといけないんです、まだ。座組の雰囲気になってますので。いや、まあ、ダメですよ、そんな。え、どっちやねん。しっかりと感染対策してますから。いや、本当は外したいですよ、それは山々ですよ。というわけで、この番組はですね、キャラメルボックス今稽古中のクロノスフェスティバル2023の稽古状況であるとか、あとチケット情報などをお届けする番組でございます。メインはチケット情報。そうです。なるほど、はい、自己紹介させてもらってもいいですか。そうです、紹介しましょう。というわけで、劇団員の誰か、誰か言ってるやんか。言ってる、もう始まってました。おじさん、多田直人です。オールディングは2番目、じゃんけんとかで2番目大丈夫です。青茶とです。林貴子です。石森美咲です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャラメル公式チャンネルで今初めて。あ、本当ですか。多分過去にほら、キャラメルボックスはキャラメルボックスチケットインフォメーションやってたじゃないですか。ありましたよね。でも、あ、君ね、はい、僕の時代はね、電話でしたから。あ、そう、はい、そう、聞いたことあります。僕の時代はあの電話で帰ってきたやつに答えるみたいな。あ、違う、録音したり、毎週だからですよね、更新するんですよ、ね、でも、あのチケット予約とか取ったりとかしてましたよ。ああ、そうですよね。僕らもギリギリやったことある。どうだ、私もやったことあります。私もギリギリやったことありますよ。なんかさ、やってました。でもその留守番電話っていうのは聞いたことない。ああ、そうそう、なるほど。あ、そうです、あのチケット、あのこの時間だけとかね。ああ、そう、懐かしいですね。録音してやりましたよ。その昔、篠田剛さんがやられてて、はい、で佐藤さんっていう、そうかな、そうですね、で岩崎筒井さんがいるよ。めちゃめちゃいるよ。めちゃめちゃいるよ。なんかもっとよれっていう。よれよれ、ちょっとよりすぎじゃないか。よりすぎ、よりすぎ。はい、はい、はい、そんなわけでこの辺でチケット情報をお届けしましょう。お届けします。はい、というわけでまだ公演情報です。はい、キャラメルボックスクロノスフェスティバル2023、ただいま稽古中です。はい、本番は東京公演は5月20日土曜日から5月28日日曜日まで、サンシャイン劇場で行われます。はい、神戸公演は6月10日と6月11日の2日間、アイア 2.5 シアター神戸で行われます。はい、そしてここでチケット情報なんですが、神戸の2ステージ、土日ね、こちらは今混み合ってきておりますので、そちらを検討の方はお早めに。はい、そして東京公演も、土曜日ですね、はい、5月27日土曜日は、こちらも混み合ってきてますので、ご予約検討されている方はお早めに。はい、おすすめのステージは5月25日木曜日と5月26日金曜日、こちらの2ステージ、よろしければ来てほしいなっていうステージになってますね。まあでもね、あの今回そのクロノスフェスティバルというのは、はい、あの明日あなた会いたいと、はい、クロノスビギンズ、はい、2本ありますからね。はい、はい、これ毎日両方見れるんだよね。それちょっとすいません。毎日両方見れるステージが土曜日だけです。なんと、そうなんですよ。だからその日ちょっとみんなこぞって見てるのかな。でもさ、逆に考えたら、はい、1個見て余韻があって、はい、別日にもう一度改めて見る方がすごく分かるかもしれないよ。ぜひそうしていただきたいな、ね、うん、そうですね、はい、そしてですね、はい、この25日と26日はですね、はい、25日にはバックステージツアー、25っていうのは木曜日、はい、木曜日ですね、木曜日。そして次の日26日金曜日には、はい、アフタートークが開催されます。なるほど、これってさ、はい、同じ作品じゃないね、これは違いますね、違いますよ、別の作品で、別々で、あ、じゃあこれいい、はい、いいんじゃない、いいですよ、うん、でバックステージツアーはもしかしたらこの舞台上に上がって、はい、まあきっと舞台上にはクロノスジョンターがあるんでしょう。あ、そうですよね。ちょっとそれを近くで見たり、ちょっともしかしたら乗り込めたりするかもしれない。乗り込めたり見たいですよね。そしてアフタートークの登壇者も決定いたしました。なるゆたか、阿部丈司、多田直人、森恵、原田キリ、こちらのメンバーでアフタートークをやっていますので、よろしければね、こちらよろしくお願いいたします。はい、でプレイガイドなんですけれども、はい、チケットピア、ローソンチケット E プラス、うん、こちらでチケットを取り扱いしております。うん、キャラメルボックスの公式ホームページから各種プレイガイド、リンクがありますので、チケットを取ろうと思っている方はそちらをどうぞご利用ください。 YouTube チャンネルのこう下に出てたりはしないの。します、僕が後で入れますから。なるほど、言ってるみたいなんで、はい、ぜひね、はい、よろしくお願いします。はい、チケット情報は
以上です。以上。以上。なるほど。まあまあ、どうですか今日は稽古終わりで疲れましたかね。いやー、疲れましたねー。いや、疲れたー。母言ってましたね。言ってました。母ですか。母言ってましたね。今日は明日あなた会いたいの1番から4番の動きですね、はい。なるほど。ですけど、ちょっとね、あの、僕が1から4が、うん、いっぱい喋ってて、なるほど、いやもう、はい、ここからはあんまりなくなってくるっていうのがなくなってくるんですけど、ここがギュッと詰まっていくなので、うん、頭の中今ちょっとショートをしてる感じで、うん、その流れのまま最後に最近ダンス稽古になるでしょ、うん、そうですね、そうそうそう、それで、それもありますよね。皆さんどうですか稽古、いや今日はね何もしてない、おい何もしてなくない、じゃあ何をしたんだ、転換しました、転換大事なお仕事ですよ、もちろん、あとね私多田さんにジャケットを着せました、ありがとうございます大事なお仕事ですよ、大事ですね、大事サポートしました、早替え的な、はい、早替え的な、以上です、これからこれからこれからなんです、これから出るからね、これから出るんですよ、明日あなた空いてるからね、そうなんですよ、ちょっとね、はい、前半の方がちょっとフリータイムの。フリータイムって言うな。いやいや、転換があって着替えもあるんだろ。着替えも。全然お前フリーじゃない。フリーじゃない。考えることいっぱいあります。はい、石森はどうやねん、はい。いやー私やっぱりいつになったって動きって緊張しちゃうんですよ。あ、そう緊張する。緊張する。なんかそわそわ確かにしてたもん。そうなんです。ずっとそわそわ。ちなみに何緊張？なんか、うん、こう稽古してくる中で、うん、動きつけってなったら、うん、なんだろう。この自分が今一番自由にやりたい動きはラストなんじゃないかってちょっと思っちゃって、うん、これをやったらおうっていうやったらおう気持ちが、なるほどな、あーそうかそうか、決まるとね、そうなんです、あそれまでに考えとかなきゃ、そうなんです、なるほど、それはでも偉い、偉いね、だって見せたいものがちゃんとあるあるってことですか、ね、大内さんなんかそうでもないんだから言っちゃいましたね流れのままに、目閉じちゃった、流れのままに、いや心の赴くままに、ただ本当のことは言っちゃダメ見せてくれ先輩めちゃめちゃ言うてもお前ただに負けないぐらいめっちゃ喋ってるから、そうそうそう、喋ってましたね、冒頭は特に、ね、特に、あもうね、あの役名発表されてます、野方さんですから、やっぱねこのコロノス・ジョンターの気候というか、うん、この一番大事なところの説明は僕しかできないんで、確かに、はい、すごい説明します、ね、そうですね、めちゃくちゃ説明してましたね、はい、すごい単語の羅列はもう、そうだね、難しいね、うん、単語の、そうなんですよ、まあまあね、はい、まあビギンクもあるんですけどね、今日は明日はまた、うん、そうですね、はい、今はね、はい、ね、はい、ね、林がなんかあのトピックス持ってきてくれた、なるほど、あさって何があるか皆さんご存知ですか、あさってですよ、あさって、はい、はい、衣装パレード、そうなんです、衣装パレード、あーそう、もう、ね、衣装パレードって何って思うの、あ、そうです、あのね、衣装合わせのことです、うん、なぜかね、パレードって言うんですよね、今回そう、なぜかパレード今回2時間の作品が2本あるじゃないですか、はい、単純に量が本当に2倍なので、うん、えらいことになってるんですよ、うん、もうちょっと私の頭では追い切れないぐらいの物量になってまして、そうそう、林孝子は劇団の中の勝負なんですよ、僕はチームってことでいいですか、そうです、うん、だからいろいろ管理しなくちゃいけないんです、ね、そうなんですよ、着替えどこで着替えさせようみたいなのも、うん、どうしようみたいな、うん、そうなんですよ、ちょっとてんてこまいです、本当に、なるほど、でほぼほぼもう今回は2作品新作作ってるようなもんだから、そうなんですよ、前例があまりなくて、なで参考にできるものが本当にないので、うん、スタイリストさんとも相談して、どのタイミングでどこで着替えさせるのが一番いいのかみたいなのを、うん、考えてるんですけど、フリータイムの時に考えてるめっちゃ考えてます考えてます、本当にどうしようかなみたいなね、本当に、あとやっぱ王ちゃんとやっぱスタイルがいいから、衣装のパレードの時とかに、あの演出家からほらちょっとこれはって言われる率少なそう、そうでもない、ほぼないですね、あの、まあ、過去いろいろあのいろんな役やってるから、うん、だいぶキワモノの感じでなったりとかいろいろあったよ、なんか何でもこなしちゃう、だって最近確かにあんまり気は使わないイメージないですね、あの若干僕が入団してまず10年ぐらいかな、うん、結構奇抜なのいっぱいあったよ、ありました、やっぱ人に歴史ある、すごいチャレンジするなこのスタイリストさんみたいな、ありました、なるほどね、というわけで、最後ちょっとね、はい、あのみんなで締めコメントをもらって、はい、終わりにしたいと思いますよ、はい、じゃあ誰が最後の行はもうみんなで言います、はい、なるほど、
ここの塊と、はい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 、もう一行一行一行を誰が言ってもいいです。じゃあ行きましょう。どうぞ。キャラメルボックスクロノスフェスティバル2023クロノスビギンズ明日あなた会いたい。キャラメルボックスが活動を再開して今回が4公演目。いつも応援してくださっている方、お久しぶりの方、はじめましての方、皆さんに楽しんでいただけるように全力で稽古しています。劇場でお待ちしています。